はい、ということでお久しぶりです。どうも皆さんこんにちは、くちゃねと言います。よろしくお願いいたします。ということでね、久々のデレステ動画でございますね。昨日はね、あの歌ってみた動画あげましたけれどもね、本日からねちゃんとしっかりとね投稿していこうかなと思います。ということで、限定歌詞やってきました。一歩踏み出す、これ何わからん、これブランニューわからんストーリー歌詞でございます。ということで、まずこちらからですね、なぎさんですね。なぎさんですけれども、これがですね、まあ一応選択効果はパッションプリンセスなんですよね。なんですけれども、特技がですね、6秒ごと中確率でわずかな間コンボボーナス 20% ダウン、ライブ中に発動した最も高いスコアアップ効果を特大アップとして適用ってことで、まあ、新しいスキルなんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど、あんまり理解できてないんですけど、ちょっとね説明欄の方にねちょっと飛んでみようかなと思います。これですね、新特技効果オルタネイトについて、特技効果オルタネイト発動時コンボボーナスがダウンします。発動時ライブ中にも 発動した最も高いスコアアップ効果を特大アップして適用しますと。コンボボーナスダウン効果について、コンボボーナスダウン効果はコンボボーナスアップの特技効果の一つとして扱われますと。だからそのため、他のコンボボーナスアップの特技効果と重複して発動した場合は、最もコンボボーナスアップ値が高い特技効果のみが適用されますと。例えばオルタネイトと、コーディネートを編成し重複して発動している場合、オルタネイトのコンボボーナスダウン効果は適用されず、コーディネートのコンボボーナスアップ効果のみが適用されますということで、このオルタネイトなんですけども、いろいろね考えてみた結果、一応なんとなく分かったことはあれですね、このコンボボーナスダウンっていうのが、この書いてますね、他のコンボボーナスアップの特技効果と重複して発動した場合は、最もコンボボーナスのアップの高い特技効果のみが適用されますということなので、つまりはコンボボーナス 18% アップとかあるじゃないですか。で、それと同じようにコンボボーナスダウンマイナス 20% みたいな、ボーナスダウン 20% みたいな含まれるの。つまりは、一番下がだからこの特技なんですよね。一番下のコンボボーナスアップの一番低い位置としてこの特技が来て、で、今までのコンボボーナスアップの何パーセントっていうのが一番上に来るので、普通に重複する場合であれば、コンボボーナス値が一番高い。だからコンボナ 19% とか 18% とかね。19% とかないから 18% とかのね、トリコロールとかあるじゃないですか。ああいうのが 18% だとしたら 18% の方が発動しますよと。ですけれども、レゾナンスかな、レゾナンスの場合は、無視してね、レゾナンスの場合は、全部が重複してもした場合、全部加算になるじゃないですか。なので、まあ、コンボボーナス 18% の子たちがおったら、18、18の36になってたんですよね。ですけども、この特技を入れてしまうと、何も関係なくに合計なので、だから18、18でこのマイナス20があると全部合計するんですよね、多分ね。だから18、18で36ですけども、マイナス20が加わって、16になるのかな、36から20引かれて16になっちゃうということなので、レゾナンスを入れる場合は使いにくいよ、使えますよと。単純にコンボボーナスアップが一番高い、まあトリコとかだと 18% のコンボボーナスアップを強化することができるので、まあ、その辺でね、なんかレゾナンスとユニゾンかな、ユニゾンとレゾナンスの組み合わせが思った以上に強いんですよね。僕まだその組み合わせ、綺麗な組み合わせができないのできないので、分かんないですけども、まあだからレゾナンスはもともと一応3色編成でみたいな感じで作られてますけども、ユニゾンは単色編成で、それがね組み合わさってなんかめちゃくちゃ強くなってるんですよね。なのでその辺を、まあ、考慮するべくかな、レゾナンスとは噛み合わないけども、それ以外としては噛み合いますよみたいなことなのかなと思います。間違っていったらごめんなさい。どんどん複雑になっていくんですよね、はい、それなくてもさ、最近よくわかんないのにさ、より複雑になっていって、まあそのなんだ、ガチ勢的にはやっぱりいいのかなと思うんですけどね。僕はまあんまわかんないのでね、ので、まあ、当たればいいかなぐらいの感じではございますね。まあ細かいことは、まあ他の方が挙げてくれるんじゃないですかね。まあ僕はね、そういうチャンネルじゃないので流していきたいと思います。まあ、ただね、これから研究をね、進んでいくような特技じゃないかなと思います。っていう子ですね。で、特訓前がこんな感じですね。でございまして、特訓後がこんな感じですね。でございます。
いいね、いい感じですね。でモデルビュアちょっと見てみましょう。こんな感じのモデルビュアですね。あーいいね、とてもいいね。あーなんかいいな、このシンプルでいいな。シンプルじゃないな。いいな、このなんていうの、何やったっけこの頭の。急に出てこなくなった。スカーフ、スカーフ、わからない。まあそれがいいなと。わあ、イヤホンが落ちたと思いますよ。はい、続いて、あ、久々すぎてさ、動画を撮るのも久々すぎてわからない、マジでわかんない。次ですね、千代さんでございますね。こちらが9秒ごと中確率ライフを15消費し、しばらくの間パーフェクトのスコア 18% アップ、ナイスバットでもコンボ継続、オバローですね、これオバローかな、そうですね、オバローでございますということで、まあオバローですね。はい、以上です。あと中確率のやつが多分秒数的にはいいのかなと思うんですけれどもね、オバローですね。オバローはもうなかなか使いにくいね、本当にね、難しいなと思いますね。特訓前がこんな感じでいいね、いい雰囲気でございますね。で特訓後がこんな感じの、いいね、これもいいね。モデルビュア見てみましょうということで、まあ結構シンプルっちゃシンプルです。ちょっと工場っぽいかな、見た目は工場っぽい衣装ですね。もうちょっとなんかねあってもいいのかなと僕の的には思いますよね。まあ、せっかくのね限定なんでね、ちょっと工場っぽい衣装ではありますけどね、いいんじゃないですかね。なんかクールみたいな感じですね。そして、最後がですね、アリスでございます。こちらがクールユニゾンですね。クールユニゾンでございまして、11秒ごと高確率でしばらくの間他のクールアイドルのスコアアップ、コンボボーナス効果を特大アップということで、11秒のね、なんだ秒数なので強いですね。強い、今一番いいのかな、今一番いいと言われている11秒のアリスでございます。クールですね。キュートパッションで来て次クールのね11秒なのでアリスが来ましたね。こちらは予想通りかな。一応昨日ね花も放送したんですけども、まあ、そこでもねアリスはまあ来るのかなというふうに予想したので、まあ、ここは当たりましたという感じでございまして、で、特訓前がこんな感じ、ほう、特訓後がこんな感じ、いいね、特訓後かっこいい。でモデルビュア見てみましょう。あら、ポニーじゃないの、突然ポニーにするのいいよね。なツインテールにされるのもいいけども、まあ、どっちかって言ったらポニーにされた方が僕は嬉しいんですよね。わかりますかね。どちらかと言ったらね、普段おろしてる人が急にポニーがいいよね。逆にだからアイリとかは普段ポニーっぽいのが、ポニーじゃない、ツインみたいなのがこうおろしてる姿ね、工場のね2周目とかあったと思うんですけども、ああいうのがねそそられるなというふうに思いますね。でこの衣装とか結構他のアイドルともなんか組み合わせ良さそうですよね。こういう見た目の衣装ね、いい感じだなと思います。いやマジで久々すぎてさ、どうしたらいいか分からない。どうしてだっけ今まで。まあガシャ引こうかな。まあちょっとねいつも通りね、納税1回と無料ガシャかな、今日までだったかな、高かったっけ、まあ、ただね、あ、一応残ってる分がありますので、もうちょっとあったか、無料ガシャあったのかな、なんですけどもね、とりあえずね、昨日の分の、今日の分のフェスゲームは引いてなかったのでね、これのね、納税1回と無料ガシャ1回をね、引いて終わろうかなと思います。ということで、まずは納税いきまーす。はい。いや、マジでね、お久しぶりです、皆さん。お久しぶりです。元気してました。僕は元気ではなかったよ。いろいろあった。なんかいろいろありました。本当に。まだいろいろある中ですけどね。納税じゃない、無料ガチャ。はい。おお。最近なんか50で止まるねんな。これどういうことなんやろ、来てるってことなのかな。めっちゃ固まんねんけどな。カットしま。はい。あと行けた。カットしますって言ったら来るっていうね。ほい。お、これは来たんか。え、持ってるくない。持ってるくない。いた。ただただ重かっただけですね。あ、でもね、SLRゲットしました。ありがとうございます。という感じでございましてね、まあ出なかったのかな。まあでもね、3月5日までか。無料合唱は3月5日まであるので、今日が3日かな。なので、あと2日ぐらいあるのでね、まあその辺でね、まあ出たらね、嬉しいかなっていうぐらいですね。まあね、とにかく僕的にはもう、まずちゃんと戻すという、動画投稿のペースを戻すと
YouTube のことを考えるっていうことをメインに考えていこうかなと思っておりますので、まあ、結構ねモチベーションはねめちゃくちゃ上がってるんですよ。デレステのモチベーションっていうか、まあ、動画を投稿するモチベーションはねかなり上がりまして、生放送でも言ったんですけどね、あのねヘスゲンでね、この前のヘスゲンでノロさんがねガシャガシャ投稿しててね結構引いてはってね、で今回もねマリスなんでな引き張るのかなと思うんですけども、まあ、そういう動画を見たらね、まあ、やっぱり僕もね頑張っていこういかないといけないのかなということとね、あのこの前ねあの美容院をね最近変えまして新しい美容院に行ってるんですけども、そこのね担当のね方がね男性の方がちょっと YouTube 始めるんですよみたいな言ってまして、一応ちょっと YouTube やってるってことは言ったんですけども、ちょっとね YouTube 始めるで結構今動画も撮っててみたいな、あと編集するだけなんですよみたいなね話をしてて、ちょっとねそういう話をね聞いてたらなんかガチガチでやってるらしくて、そういう話を聞くとね僕もねちゃんとやっていこうかなということでございまして、やっていきます、今度こそやっていきます2月はやりますって言ってやらなかったけれども、3月はちゃんとやります、なのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録高評価よかったらよろしくお願いいたします。それではバイバイ。